はい、皆さんこんにちは、国恭介です。作詞家国恭介の世界へようこそ。今日も国恭介の作品を取り上げ、作品のきっかけやエピソードをお話しながら進めていきたいと思います。はい、今日はですね、1993年平成5年、発売になりました森進一さんの悪い人をお話ししたいと思います。この時代はですね、まだそうそうたるビッグの大地さんたちがですね、1ヶ月特別公演というのを新宿コマ劇場で行っておりました。もちろん森進一さんもそのお一人です。森進一さんはですね、1ヶ月公演する歌い手の中ではお芝居をしないというですね、そういう稀な歌手のお一人でした。それがですね、来年はお芝居もやるよという情報がですね、我々たまたまなんですけれども、森さんのディレクター、それから森さんの事務所のスタッフの方とお話雑談をしている時にですね、そんな情報が飛び込んできたんです。これはこの悪い人を出す1年前のお話です。その情報はですね、じゃあ何をやるのって言った、私が聞きましたらですね、雪の城変化をやると。え、あの雪の城変化というふうな言い方をしたと思いますけれども、まあその雪の城変化というのは三上音吉さんという方の原作でですね、時代小説なんですね、時代劇なんです。まあ、そのことで私がこの演目が大好きなもんですから、すでにですねその作品は作ってあったんです。でいつかチャンスがないかなと思ってずっと置いといた作品なんですが、ところでお芝居をの中の挿入歌主題歌をやることないですかって聞いて、そしたら、あ、それいいね、うんいいねというふうな答えが出ましてですね、すぐにスタッフが森さんのところにお電話いたしました。そしたら、うんやりたいねというふうな返事が即返ってきまして、それではということで、その翌日でしたか、私は作品をディレクターのところに届けました。そしたらすぐにまた森さんが気持ちが乗っていたんでしょうか、すぐに作品を書き上げてですね送ってきました。このお話はこの悪い人との前段の話になってしまいますけれども、まあ、トントン拍子でレコーディングが行われ、で翌年1月の新宿コマ公演でありましたので、その1月で主題歌がですね、幕愛っていうね、幕が何回か閉まります、6回の幕愛がありまして、その6回の幕愛にワンコーラスずつこう流れるんですね。そうしたら、いやこの歌 CD がないかということで、売り場の方にどんどんお客様が寄ってきまして、いやこれは実はこういうわけでっていうことで、作れない事情をですねお話しして、皆さんに待っていただいたんです。そんなことでその雪の城変化大好評でした、おかげさまで。でその1月公演が終わるとですね、森さんの今度作品に取り掛かりました。その作品が悪い人っていう歌なんですね。森さんご自身の作曲となりまして、レコーディングされました。5月に発売になりましてね、当時はいわゆる街頭に音楽、まあ、楽曲はよく流れたんです。ワイワイと本当にヒットしてるなという実感があるぐらいですね、その感じさせてもらうぐらい流れていたもんですね。それが実感として今も残っておりますけれども、その年おかげさまでこの悪い人はヒットしました。森さんにしても10年、いやいや毎年ヒットはしてるんですけれども、いわゆるこれまでの違いのある大きなヒットになっていったわけですね。この歌のフレーズは、死ぬか生きるか迷うような、恋がしたくてあなたに惚れた、あるいは2年暮らせば5年持つ、誰が言ったか気休め文句、なんていうフレーズが入っておりまして、1966年の森さんのデビューの頃はですね、女のため息なんていう歌がありまして、
この森さんの女心を非常に何ですか、悲しい女心をですね表現するということに長けていたあの森さんの歌がですね、とその初期作品の原点回帰とでも言えるような作品となりました。まあ余談になりますけれども、その年は森さんのファンクラブ全国大会、東と西とありまして、東京と京都でですね全国大会があるんですが、そのイベントにお呼ばれをいたしましてですね、楽しい思い出は残っておりますけれども、言うなればビッグスターのイベントにお招きいただいたということはそう多くあるもんじゃないんですけどね。はい、さてじゃあ今日もこの悪い人、このアドレスからですね、またお聞きいただければ幸いかと思います。今日もご覧いただきありがとうございました。国京介でした。